香,取線香発祥の地有田で香取千香の大量生産に日本で初めて成功したライオンケミカル株式会社その歴史と歩みは今なお皆様の暮らしと共に続いています「ライオンケミカル」 はい今日はライオンケミカルから虫博士こと朝日さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいお願いします久しぶり今日も毎回あのミキミキ部長がねうん、うん、来られるんですけども今日はちょっとお休み、うん、あ、はい、そうですねあの商談してます商談 大きな商談なんやろな。いいでしょうね、きっと。<ー> <laughs> お偉ら方ですから。<laughs> お偉い方ですけどね。えー、えー、まあ、でも、朝日君はね、えー、まあ、あの、研究ということで、うん、ライオンケミカルさんの方で、ずっと研究をされてる。はい。ええ、どん、どんなところで研究してるんですか。 どんなとこっていうか、もうし、まあ、白いこう服を着て。あ、いえいえ、もう今着てる。作業着です。作業着です。なんかドクターみたいな格好じゃないや。え、まあ、別にそんな格好してんでもいいと思うんですけど。なんかこう、で、こう、ドクターみたいな格好して。水槽の中に手突っ込んで。まあ、まあ、水槽、けん、顕微鏡、顕微鏡とか、のぞ、覗いたり。遠心分離器とか。遠心ね。うそんな感じするんだけど。入れてそうなイメージ。あ、まあ、そんな全部この格好でいってます。 ですね。えー、ああ、逆にや,や,やられてるんですよね。そうです映画のワンシーンみたいな。ね、あまあまあそんな似たようなことしてます、ね。もでその研究所にはいろんな虫があって。いやもう今ゴキブリばっかりですね。<laughs> その差だと言われても。<laughs> ね、ゴキブリばっかりがその研究所にあるの。仕事に関係ある虫ばっかりです、ね。まあそうですよね。ああ、それのまあ生態を調べるんや。 そうですね。まあかけて死ぬかが多いですけどね。ああ、生態はももとから別に。薬の効き目ね。そうですね。はあ、ありがたいですね。ありがたいです。まあ、その日々そういうことしてるんやで。なかなかこの虫嫌いの人はできへんかわからんね。でもまあ慣れてくるか。いや、どう、でしょうね。朝日さんはもう虫が大丈夫。慣れてるとかじゃないんで。もともと虫は大丈夫だった。虫は、虫は一緒かな。 子供が大丈夫でした。全然大丈夫でしたねーはーはー。僕もね。子供の需要は虫は大丈夫だったんですよ。<laughs> <laughs> でも大人になるにつれね。<laughs> <ね S 3> <laughs> あの子供の時なんかほんまにヘビなんかしぼ持って振り回してああそうですねしてましたねだから怖さというのがなんか大人になるたびに怖さとか気持ち悪さとか知ってようわらんようになったりね昔は友達でしたよね何でも触ってました確かにもうそんなカボトムシとかクワガタとかこう体はわせてブローチみたいにね体はわせてたのよ 僕も今ミミズとかあんまり触りたくないですけどねえ博士でもですか嫌いのものあんのようん、嫌いってことじゃないですけどねイモムシは大嫌いですねえー意外ですねちょっと柔らかいのあんま好きじゃないですわかる私もそうなの硬いのは持ってるじゃないですか柔らかいのちょっと持ったら死んじゃうんじゃないなんかゴキブリよりイモムシの方が嫌いですあー プニョ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 そういうかいといえばカメムシこれからまたうちらと出てくるか分からんけどもカメムシね前に虫かせの話でカメムシを食べれるっていう話あそないまずくないよっていう話ね。 あ,あいや僕は嫌いです。あ一人によるあんまり参考にしないですから大丈夫。が好きな人は好きです。パクチー僕パクチー大嫌いなパクチーの味に似て,ああに似,て似てますね。草の香りがするんですね。だからパクチー好きやったら多分食べれます。あ,あでもカメムシも種類があるんでしょその。 あ,あ,味もあ,あ,あ,味ありますね,ますね、うん、うん僕食べたのなんかベトナムのオオカメムシてえー、なんか,かそんな大きいの食べるめっちゃでかいんですけど、えー、もうちょっは,は,はきましたもんうわそ普通に吐きます日本のはどうですか日本のは食べたことないですねそれが僕最初だったんでそれはからいりですか 生ですか。あ、辛い入りっていうんですかね。その揚げたような。揚げて、塩揚げみたいな。塩揚げ、塩揚げ。塩揚げだよ。の話をしてるんでしょうか。でも。なんか研究の一環ですよね。これもね。僕らが知らんカメムシがまたこう出てきてる。あ、そうですね。今和歌山県で赤城カメムシっていう。赤城、赤城カメムシ。まあ、今まであるカメムシとまたちょっと違うんですか。えっと、南、南方の虫なんで。沖縄とかに。 似てるんですけど、うん、まあ今暑いから上がってきてるんですかね。うんうん、沖縄から和歌山まで上がってきた。上がってきてるんだと思います。大きいですよ、結構。<ー>日本のナ通常どうですか？1センチね。そうですね。1センチぐらいの直径ね、1. 5ぐらいですかね。うん。2センチを超えて2センチ超えるんでっかいな。結構でかかったと思います。<ー>でっかいよ2センチ超えると。で赤くて黒い点々があるような。うん。 見た目してますテ、ねえー、キンカメムシっていう仲間なんですけど作物、うん、類を食い荒らすとかすいやそんなに数はいないと思いますよ、うん、なんか撮れたらニュースになってるぐらいなんでああまだそんなにいないですそんなにいないし僕もそんなに沖縄でしか撮ってないんでそんな問題になることはないと思いますけどねうんで見た目がすごいんでグロテスク えー、どうなんでしょう僕はグロテスクって思わないんで <laughs> そうですね <laughs> か,かわいいと思うのお,おしゃれなおしゃれな黒い,黒いなんか模様なんですけど点々、うんえー、があるようなまあまあ調べていただいたら。はあ 金、はい、カメムシっていう金ン、キ,ンキラキンのカメムシの仲間です。金、はあ、キ,キラキンのカメムシもいるんですね。すねそれ、それ、それなんか、ねお、お金に縁がありそうな。はい、そうですね。見た目はそんな感じですよ。キカメムシは。見たことない。あ、和歌山にもあるんですかそれ。そうですね。いん。 たまにいますね。和歌山はあの暖かいんで、全然おしゃれじゃないですけども。サカギカメムシ気持ち悪い。赤カカメムシだけちょっとあの毒毒しいですね。そうですね、毒毒しい。だから食べられないんだと思います。あんまり最初に食べ、おしゃれとは思えなかった今。ええそうですか。まあその新種のカメムシがちょっと和歌山にも飛来してきているということですね。そうですね。和歌山ではあんまりいないんです新種ではないですけどね。まあ見つけたら取ったほうがいいです。 うん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 取った方がいいと。おっかで取るもおぞましいわもう。ようさわらんし。そうですか。うんいや僕はもうかっこいいなと思いますけど。かどっこい。大きいないですか触る分には。あ全然ないないですね手臭いだけです。ああ。それや外で。そこはやっぱり共通なんですね。大きい方が臭いんで多分すげえ臭いと思います。ああ。わかりやすい。覚悟していただいて。へえ。どうですか殻の方は。 最近かよく出てる出てきてる感じするんだけどちょっとまだ暑すぎるなっていう感じですけこれからかなかもしれないですけど確かに飛んでますねちょっとただ人があんまり外にいないような感じなんで今どうかなと思うんですけど卵産めなくなっちゃうんで血を吸えないとああ 皆さん外出てていいただこういう台風のような風のきつい時雨が降るときもいやあんまりないですねあの風がすごく苦手なんで扇風機ぐらいで飛んでちゃいますからこんな時はもうどっかに避難して確かに気温が下がってきた夕方とかによくカバんね見かけますね。 はい、じゃあこれからということでね、うんはい、ますます気をつけたいと思いますが、はい、今日いただいた質問は100均で売っていた鱗汚れ落としを使ったりしましたが最初でこそ汚れが落ちたように感じたのですが持続はしませんでした。何か簡単に汚れを落とす方法などはありますか また汚れがつかないようにする方法があれば教えてください、うん、はいありがとうございます、はい、これはそうですね鏡汚れはね僕もよくそのこの鱗汚れ落としみたいななんかこう四角いスポンジになんか鱗の模様のなんかついてるようなこするやつで僕もよく取るんですけど、うん、まあそうですね あの一回取れたらまたすぐついてますね。あ<ー>でこれはもう水水道水に入ってるミネラル分が、うん、何とかカルシウムみたいなのがついてるんで、えー、もう水がつくたびについてるんですよ、うん、だからまあどうでしょうね何度やってもつくはつくんですよ、うん、でそうですねこれ以外落とし方としてはクエン酸を溶かした水。うん が酸性なんですねでこの鱗ろこ汚れてアルカリ性の仲間なんでよく取れますただ結局あれですよまた水ついてそれが乾いたらミネラルが出てきてまた白くなっちゃうんですよなんでまあいたちごっこじゃいたちごっこですねだからつかなくするためには水で洗ったりした後に乾いた布とかで拭くそうなんですよもしくは あのまあ、水がついてたらいけないってことですから、うん、撥,水撥水スプレーみたいなあ,ありますね車に振るようなもの,のガラス用のもちろんそのガラスに使える鏡に使える車に使えるだの種類があるんで、うん、それはちゃんと,ちょっとその後ろみパッケージ見てもらうほうがいいんですけど、うん、<laughs> あと、なんかのり,のりが効くとか言うんですよ。の<り>あの 工作用ののりあそうです紙紙くっつけるのりでんぷんのりみたいなそうですねあれを塗っとくと乾いた時にコーティングされますのでコーティングされるんやなただだんだん取れてきますけどね水にちょっと溶けるんでちょっとの間もつかも僕あの風呂場でね髭剃る時にね曇るんが嫌なんで 石鹸をああそうですねあのうわっとこう石鹸であるんですよ鏡をはい手につけてうんほんなら曇りませんよねしばらくねそうですねまあしばらくその場はいけますね僕もよくしますねいつも石鹸で洗おう鏡をで流さないままいや流すよ流す流すすでもしばらく曇れへんねうん それはちょびっとついてるんでしょうね。せっけんがね。ついてるんですそれもまあありですよね。その場限りですね。結局そうなっちゃうんですけど。まあその辺のちょっと試していただいて。まあこれはちょっと厳しいですね。厳しいですか厳しいです。絶対につくんですもん。水道水がある限り。そうですよね。にまた うん、ミネラルの量が違ってるんで、うん、まあどちらにお住まいか分かんないですけど、うん、ああそうですか沖縄ってすごいつきますあミネラルの種類で変わるんやうんそうですねおいっぱい入ってるかどうかですねフランスはとんでもないです あ、そう。とんでもない、お腹壊すぐらい入ってます。え。まあ、ボ、ルビックとか、なんか、そういう、なんですか、売ってるミネラルウォーターみたいな。重たいですよね。感じの。なんで、まあ、国ごとに、県ごとに違うんですけど。まあ、でも、絶対どこにでも入ってるんで。絶対つきます。あ、そうですか。そうですか。毎回毎回、拭き取っても。ねそうですね、面倒くさいんですけどね。あの、湿気にも、もちろん含まれてるってことですよね。お風呂場全部乾燥。 仕切るまでは鏡って濡れてるじゃないですか。ああ、そうですね。ね含まれる。じゃあ、もう豆に。豆に拭き取る。拭き取る。そうですね。うん。していただくしか、まあ、ないんですけど。はい。はい。そうですか。あとはクエン酸を溶かした水で。酸性の水で。でも、撥水スプレーかなんか、ちょっとかけれます。スプレーをかける。はい。まあ、石鹸が一番楽かもしれないですね。でも、その、僕のやり方で。うん。僕。出ましたね。 そうですかはいはい今週のピックアップ商品本日はまあライオン蚊取り線香お持ちしたんですけどこれ以前もお持ちしたんですそうですねそれはね何本あってもいいですありがとうございます本当にでまあ燃焼後も効果持続って前お伝えしたかと思うんですけど何で持ってきたかっていうとちょっと弊社 CM を作りましてえ あ、テレビとかで、流れてるんですね。えっと、長野、各党かの。あ、そうです、そうです。イリタ選手。イリタ選手。はい。見ました、見ました。が、なんか、顔、パンチで。パンチ、やっつけてる、やっつけてる。イメージ映像ですけど。まあ、そんなやってるんで、もし、皆さん。あ、見ていただけたらなと思って、今日。はい、これ、お持ちしたんです。なるほど、この商品の C. M.。今。服、カート飛ばしましたんで。 棒の先に僕がいますんで。あ、そうなんですね。そうなんや。はい。あの先にはどこかに僕が顔を持って飛ばしてます。まあ見えませんけど。はあ、じゃそれを想像しながらまた。そう見たら僕がどっかにいるんだなと思っていただけたらと思います。はい。そうですか。まああの伝統の香りということで。そうですね。何気ない商品ですね。変わらないんですけど、効果はまあいろいろ弊社も考えて。はい。 追加しててていいっっますんでぜひ使くださやっぱりねいろんなさっきもカップラーメンの話してましたけどもああいう日清さんとかね大きなところのカップラーメンになるともうやっぱり年代年代ごとに味がちょっとずつ変えてるというねマイナーチェンジっていうんですか気かん程とかもねそんなやってるけどやっぱり香取選考っていうのもそういうのはあるんですかちょっとずつマイナーチェンジというのは気づかんうちにねどちらかというと。 あのーまあ、これカトリセンコって植物の粉でできてるんで、うん、いつも違うといや違うんですよ。うん、ああ、ね、に言えば。ただその規格がいろいろあってですね、うん、この、えー、と数値内で作りなさいよみたいな簡単に言うとあるんで、うん、まあその間で作ってるんですけど毎回この天然のものがいっぱい入ってるんで、うん、まあちょっとずつ違うといや違います。でその中でも今回お持ちしたこの。 商品に書いてる燃焼後も効果持続というのはまたそれと別で、うん、あの蚊を、まあ、撃退する成分を、うん、まあより効くものを入れたり、うん、まあそういう努力もしたりしてるんですけどいつも違うっちゃ違いますねあ<ー>分からないかなと思うんですけどあ<ー>まあ天然の,ものがいいっっぱい入ってますんんそこら辺の成分調整っていうのはまあ,あれですか これからはこれが蚊に効くとかいうて部下に指導したりして <laughs> ほんで嫌われて嫌 <laughs> われてるかはね<え>いや嫌われてはないと思うで <laughs> そうですか まあそうかもしれないですね。もう部下もだいぶ増えたでしょ。若い子若い子も入ってくるからね。若い子そうですね。何人かいやまあいますね。穏やかそうな上司ですけど。いやわからんでこれ研究しだすとねちょっと彪変するタイプやからね。そうですか。まあまあ。 ちゃんと育ってきてるんで、下も。あ、そうなんや。こうじゃないんですかって言って、あ、そう、かもしれないね、という。こともあるんですけど、まあ、なるべく。うあ、まあ、下の意見も聞いてやってます。難しい。立場ですよ、朝日君も指導する側ですからね。そうです。そうですよ。まあ、見た感じと、あんま怖くないと思うんですけど。そうですけどね。そんなお答えしないですね。上の立場の方ですからね。 見えません見えんけどな。そのままでいてください。ありがとうございます。はい。やっぱあれですが、夏場の方が好きなんですが、虫が出だす状の方が研究員としたら。ああいやどうですかね。でも大体開発してるのは冬ですよ。あ冬なんや。だって売るのは春から夏なんで。あそうかそうか。夏に研究してても。あそうしょうがないとこありますね。冬に研究があの作って夏試すみたいなのはありますけど。 一番は冬やってます。ああ、そうかな。はい、まあ、これからまだね、ほんと忙しいなるもん。はい、ね、ありがとうございました。うんはい、今日はライオンケミカルから虫博士こと朝日さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。